しくお願いします。やるか。おーしゃー、すごい。弟子になりたい。あー、入れます。バカ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 生放送やから。はい全員振ってくるやん、せやから。でもなんかめっちゃ楽しみになってきた。本当ですか。嬉しい、ありがとうございます。久しぶりにやっぱコントしたいし。いや俺もめちゃくちゃ見たいです。何しよっかな。いやでもさっきちょっとコントの昔のコントのアイデアとかめちゃくちゃ面白いじゃないですか。未だにチンゲのコントもこのギリの重さだけだね。そうそうそう、あのコント好きやけどな。コバと やってた超能力のコント。俺が一人で家でスプーン曲げこつやろうとして、はい、全然ずーっとやってたら炊飯ジャーがパカンって開くね。で、もう何やねんと、ってまた締めに行ってまたやってたらパカッてまた開く。ほほほ。で、何回かそれやってて、え？パカンって こっちに聞いてる。ああ面白い。超能力こっちに聞いてるってなって、で友達の小バを呼んで、俺超能力ある、見とけよ。パカンって、おすげえやんけってなって、どれぐらいのパワーがあるんか調べようぜって、はいはい、いろんなもの置いていくね。全然開かへんね。で最後チンゲ乗っけたまかへんね。このギリの重さだけだ、ね。そうそうそう。面白いですね。全然パワーないやんけ言って。漫才とコントで、コントでもいいですか？ NGK 出てたから、はい、漫才はやってたけど、まあ、基本コント、基本はがっつりコントばっかりやってたから。あ、じゃあコントがいいですね。うん、じゃあタクシーネタ、はい、酔っ払って入ってきて、そうそうそう、そのネタ5分でできて、あれ？そう、賞取ってましたけどね。そうそう、その上方漫才大賞かな、はい、その VHS を先輩に見させてもらいました。そうそう、それ5分でできて、まさか優勝すると思ってないのか。で優勝してしまったもんやから、その優勝の後にインタビューみたいなのあるやんか、はい、だから当時藤本義一さんが審査委員長かな、はいはい、藤本義一さんがこの手法はすごく練習量を感じるとまず言われて前の日に5分で作ったの。まずいですね。すごい練習量を感じるし、はい、なんとかっていうフランス映画と同じ手法を使ってる、はい、いやすみません、ありがとうございます。で、君勉強してるね、あの映画を見てるんだろって言われた時に、生放送やったから、はいって言うそうだろう、あの手法だもんねって、よくわかりましたねって言うなんて映画だったんですか。それすら覚えてないラーメンズの本とか見たことありますか。ちゃんとはないかもしれない。ちょっと世代違いますもんね。うん、俺あんまりほら袖でネタ見る人おりやんか、はい、もちろん若手の頃はやってたけど、はい、なんか一時から見なくなってさ。 あそうなんですか。なんか影響受けるのも嫌やし。ああ、わかりますわかります。人がめっちゃ受けてんの悔しいやん。わかる。そう、なんかあって知らなかったらできたのに、知ったことでうわ被ってると思ってできなくなるってことありますもんね。そう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 、それがあるから、うん、なんか嫌で見なくなった。我々見たことありますエレコミックは。だからエレコミック見たことあると思うよ。だから当時ほら、はい、すごい尖ってた世代やから、はい、もううわって番組で出ても先輩の袖とか掴んでこう出てたいや、その時代やんか、はい、俺らの時代って、はい、もうみんな尖ってたから、はい、誰よりも一番笑い取るんじゃんの時代やから、やっぱ人のネタってなんか見ようと思ってなかったの。確かに宮迫さんたちより僕ら2個世代ぐらい違うかもしれないですね。そうね、2個ぐらい下の世代かもしれない、うんうん、でも司会してるところで僕らがネタやるみたいな感じはあったかもしれないですけどね、うんうんうん、当時怖かったもんね、みんなダウンタウンさんはじめ。怖いイメージがありました。東野も怖かったもん。怖いイメージありました。なんかラジオでも絶対喋んないみたいな、ゲストと。そう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 。でも話は聞いてましたな、うん、もう全員かかってこいやの姿勢やったから
なんかそれ聞きましたね、なんか竹志軍団さんとかもめちゃめちゃ怖かったって言ってましたから。いやいや、それはもうその時代は もっとじゃない。本当なのかなと思いますけど、なんかちょっとあったらもうすぐ殴ってたって言ってましたからね。そうそうそう、どんなやねんって思いますけど。あれちょっと暑いですね。うん、暑い、暑くないですか。ちょっと暑いけどな。あれあれ宮迫さん、やついフェスのクラウドファンディングでしか手に入らない T シャツじゃないですか。いや、さっき着ろって言ってん。いや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 、僕どっちでもいいですよって言ったんですよ。どっちでもいいですよじゃグッと前に出してて、どっちでもいいですよって言ってて、これかわいいな。5000円だな、5000円だな、これは5000円だな。え、これは5000円だな、ね、値段これ5000円のクラウドファンディングだな、来ちゃったな。5000円安いですよね。高っT シャツで5000円。いやいや、クラウドファンディングなんで。たっか、いやいやいや、たっかって言って、たっかって。ちょっと、ちょっと待って、 T シャツ俺最近よくほら、はい、ユニクロとかで T シャツ買った時に、はい、1800円、500円とかそんなん、はい、これいくらやって5000円です。たっか怖っ。いや、あのステッカーとかもついてくるんで。あ、ステッカーもついていくって、はい、5000円です。たっか怖っ。あと名前も、え、名前も入ります。名前が入る、はい、どこに。買ってくれた人の、あ、買ってくれた、名前が入ってステッカーで、いくら、はい、5000円です。たっかやめてくださいよもう一坂だる買わせますよこれ売れない分、これ、ね、今のでこれ売れなくなった分、いやいや、坂だる入れてもらいますからね。ただマジで可愛い、可愛いですね、うん、すごく